ヌナブト準州の標準時カナダのヌナブト準州では3つの標準時が使用されている。使用されている標準時を一家に示す。1999年にノースウエスト準州から分離する形でヌナブト準州が設立された時には住民の経済活動などを考慮し準州内で統合された標準時を採用することが計画されていた。校長会では この計画は指示されたものの、どの標準時を統一標準時として採用するかで意見の相違があった。順州政府は1999年10月31日より中部標準時を採用することを決定した。しかし、ヌナブと順州の東端に位置するイカルイトでは不満の声が上がった。これを受け、イカルイト市議会では東部標準時を維持する決定をした。その後、 イカルイ都市議会は一転、中部標準時を採用することを決定した。1999年末及び2000年の初めに、上がった地域からの不満を受け、順州政府は標準時を修正した。順州政府は、東部標準時を採用し、夏時間を実施しないとした。この変更は2000年10月29日より有効となった。しかし、山岳部標準時のエリアに位置する。 州西部の多くの地域ではこの変更に不満を持ち議論の末2000年11月4日に中部標準時に戻すことが決定された。これと同時に夏時間を採用したため夏季には州内で時刻が同じになることとなった。2001年4月に州内の標準時を統一することを断念し3つの標準時を採用することが決定された。これは ノースウェスト順州であった時代の標準時と同じものとであった。2000年10月の計画通り東部標準時を採用したのはサウサンプトン島だけであった。ありがとうございます。